はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回先に着地点から申し上げると、オリジナルブランド商品を作るぞということを一つのゴールに掲げておくと、ネット物販士気を下げずに邁進していくことができるのではないかという話をさせていただきます。正確に申し上げると、今は疫病の関係でいけないんですが、私の生徒さんであれば広州卸市場に行ってオリジナル商材を作るぞということを一つの目標に掲げておくといいのかなと思います。とはいえ、そもそもどうやってオリジナル商材を作ればいいのかということもよくわからない方多いと思いますし、誤解されている方もいらっしゃいます。また ODM と OEM という言葉がありますが、この単語もものすごく誤解されやすい単語ではありますので、どうやってなるべく簡単にオリジナル商材を作るのか、並びにこの ODM、OEM の言葉の違いも含めて説明させていただきます。今回の動画もし参考になったという方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。まず ODM と OEM という言葉、なぜ誤解されるのかというと、原因は3つあります。この3つの原因、どれも皆さんのせいではないんです。まず一つ目、ODM や OEM の違いについてインターネット上ググっていただければ様々な記事が出ているものの、ほとんどの記事がコンピューターを製造する場合だとか、自動車を製造する場合だとか、ものすごく大規模な話をしているんですね。よって我々個人セラーのようにアリババで商品を作ってアメリカアマゾンで販売するみたいな売り方をする人にとっては、規模感が全然違いすぎる話なので腹に落としづらいんです。2つ目、 ODM と OEM という言葉をごっちゃにして使用している YouTube 上のネット物販の発信者がものすごく多いからです。よくあるのが ODM をしているだけ、要するに既存の商品にロゴをくっつけてるだけにもかかわらず、うちは OEM 塾ですと豪語しているところたくさんあります。3つ目、早速ここから説明に入っていくんですが、 ODM はオリジナルデザインマニファクチャリング、OEM はオリジナルイクイプメントマニファクチャリング。この ODM という言葉の中にデザインという言葉が存在しているからです。デザインという言葉が入っているので、あ、自分でデザインするのが ODM で、既存の商材にブランドロゴをくっつけるのが OEM なのではないかって思ってる方がいるんですが、それ真逆なんですね。よく見ていただきたいんですが、マニファクチャリングってあります。要するに製造という言葉がここにあるわけです。よって製造する人が設計デザインまで行うのが ODM。 マニファクチャリング、製造する人が設備イクイプメントだけ提供して、デザイン開発もろもろはお願いする側が行うのが OEM ということになります。もっと噛み砕いて言えば、既存の商材に自分たちのブランドのロゴを印字刻印だけするのが ODM です。イコールアリババ業者がその商材の設計や開発、そして製造までも行っちゃうってことですね。一方 OEM は設備だけ提供するだけですから、セラーは自分で設計開発したような商材を一からオリジナルで作ってもらう、これが OEM という話になります。つまるところ、この ODM、OEM という言葉は我々セラー側の言葉というよりは、我々セラーが商材を作ることをお願いする業者側がどこまでやるかを表している単語という点がちょっと分かりづらいですね。ここまでの話まとめます。商品を販売するまでの流れは大きく分けて5つの項目に分かれます。企画して開発して設計して製造して販売するということですね。 ODM はこの緑色で書いてある部分をすべてセラーが委託します。商品の企画開発も設計も製造も全部お願いしちゃう。セラーは販売するだけなんですよ。ただしアリババ業者が作った商品を販売するだけでは ODM になりませんから、自分たちのブランド名やロゴを刻印してもらって販売することにより、一応自分たちのオリジナルブランド商品ですよということができるというわけです。一方 OEM は企画開発設計までをセラーが行います。業者が行うのは製造するだけです。つまるところ、 ODM はご自身のブランド名のロゴさえあれば誰でも簡単にできるものですから、こちらをまずは進めていくというのが段取り的にはベターと言えます。実際先ほど申し上げたうち
ちは OEM 塾ですって豪語しているところも蓋開けてみれば、アリババ業者がすでに作っている既存の商材にブランド名だけくっつけることを OEM だと言ってしまっているところもたくさんあります。さて、こっからが特に私の生徒さんには意識していただきたいポイントなんですが、 ODM はそりゃ簡単にできますよと。しかしながら自分でデザインした商材を販売するってことはやっぱり単純に夢がある話じゃないですか。じゃあ通常 OEM 完全にオリジナルのデザインの商材を作るのであれば、何ロットから作れるのか疑問に思う方いらっしゃると思います。実際にアリババという中国のインターネット上の卸市場サイトでオリジナルのデザインの商品を一から業者と開発していくのであれば、数百ロット数千ロットは要求されることがザラにあるんです。しかしそれは非現実的ですよね。何百万円何千万円も資金があるのであれば、それだけ体力がある方であれば現実的かもしれませんが、そこまで一つ二つの商品に全財産命をかけるというのはなかなかできることではありません。そこで私は広州卸市場ツアーを、今はなかなかできないですが、広州卸市場に行きたいという生徒さんが3人4人集まったタイミングで随時開催しています。なぜならば、中国広州の卸市場に実際に足を運んで、日本語ペラペラの中国人の通訳の方をはべらせて、現地の業者さんと面と向かって話し合うと、50ロットとか100ロットから広州であれば完全オリジナルの商材を作ることも難しくはないからです。 EU 卸市場という場所も上海から車で 5,6 時間のところにありますが、あちらはそもそも大規模な取引を主眼に置いて形成された場所ですから、 EU は現地に行っても何百ロット何千ロットの取引を求められることが多いんですが、広州はシルクロード貿易最東端の港、イニシエの物流の原点に位置する場所ですから、50ロット100ロットでもニコニコ笑顔で取引に応じてくれるところたくさんあるんです。イメージとすれば、アキンドの街大阪のようなイメージの場所なんです。ここで一つリスクは払拭できました。大量のロット数の商品をオリジナルで作らなければいけないわけではないということです。ただもう一つ、一から自分のオリジナル商材を作るというのはなかなか難しいですよね。デザイナーさんであれば簡単にできる話ではあるかもしれないですが、もともとは一般の一消費者に過ぎなかった我々がどうやってその高みまで到達するか、実はそこもいろいろ簡単に行う手立てがあります。例えば企画開発設計の部分、一からパソコンのソフトを使って設計するだとか、方眼紙に手書きで図面を書くだとか、実際それを行って中国の工場まで直接設計図を持って行った強者の生徒さんもいらっしゃるにはいらっしゃるんですが、それ自分でやらなければいけないこととは限りません。どういうことかというと、現物が渡せさえすればいいんですよ。例えば皆さんの身の回りにある商材で、これ面白いじゃんというものがあったら、それ自体をポンと手渡せば、あとは勝手に分解して設計図を構築して全く同じものを作ってくれます。皆さんご存知の通り、中国って偽ブランド横行してますよね。グッチやシャネルとそっくりな偽ブランド商品を作ることができちゃうわけです。これ裏を返せば、商品の現物さえあれば全く同じものをコピー製造する技能が高いぞという話ですから、アパレルにせよファッション小物にせよ、この商品のデザインを真似したいというものがあったら、1ロットだけ買っておいて現物を業者に渡すことで、簡単にそれと同じものも作れます。ただそれだとパクリ商品を作ったってだけなので、金具の部分をちょっと別のものに変えるだとか、服であればここにリボンをつけるだとか、プラスアルファちょっと変更を加えることによって、法律的にも問題ない商材を作ることができます。正直悪用厳禁のスキルではあるんですが、とにかく開発設計を一から自分で行わず、現物が1ロットさえあれば同じ商品は作ることができるよという話です。あともう一つ、画家と書かせていただきましたが、要するに自分で絵が描ける方、もしくは自分の周りに絵を描いてくれるような人がいるような方は、普通の無地の T シャツにその絵をデザインするだけでオリジナルの T シャツを作ること
ることは容易です。T シャツそれ自体はすでにアリババにある既存品を使って、そこにプリントするということですね。もちろん知り合いか誰かにお願いするのであれば、しっかりと事情を説明して、いくらいくら払いますよという契約をしっかり行ってから、問題を払拭した上でそのデザインを使わせていただく必要があるものの、この設計という言葉は、服だったら服の形だけではなく、その服にどのような図柄を印字するかということも含めて設計なわけなので、既存の形状の服にオリジナルのイラストをプリントする、これも立派な OEM だと考えています。というわけで今回は ODM、OEM の違いについて説明を行いつつ、ぜひ OEM 実は簡単に行おうと思えば行えますよという話をさせていただきました。しかしながら最後に一点警鐘を鳴らさせてください。オリジナルブランド商材が作れますよという言葉で宣伝しているネット物販関係の発信者の方たくさんいますが、いきなり右も左もわからない状態で何かしらの商材を OEM しようと思っても十中八九失敗します。やはり実際アメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンで既存の商材を何度も何度も売ってみて、実際の市場の動向を体感経験した上でお客様にこういう商品をお届けすると、よりお客様に喜んでいただける、こういった系統の商材はニーズがあるということを理解した上で OEM を行うことを私はお勧めしています。前のめりになることは素晴らしいんですが、だからといっていきなり自分の主観的な思いだけで商品を作って販売したら売れるほどネット物販の市場は甘くありません。自分が好きなもの、自分が欲しいもの、自分が売れると思ったものイコール実際に売れるものでは全くないということです。その点をしっかりと反芻咀嚼していただいた上で、段階的に進んでいった暁にはどなたでも OEM を行うことは可能ですが、その段階に行くまでは一朝一夕でどうこうなるものではないという点はご理解いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございます。